再度動画削除を食らいますと、このメインチャンネルは永久削除となりますので、こちらのサブチャンネルのご登録をお願いいたします。今話題の画像映像をお届けいたします。くつろいでご覧ください。カメラを向けるとピースしてくれるカエル。オーストラリアがまたやばいことになってます。ビクトリア州が提案したパンデミック法により、規則違反者は9万ドルの罰金を課され2年間投獄される可能性があります。ニューズウィークによると、中国デルタ株再燃で3歳の子供にも国産ワクチンを義務化、有効性は不明。気になるツイートが、この前会社で健康診断があって10人くらいの人が脳の異常で再検査らしい。今まで10人もの人が脳の再検査なんて1回もなかった。なんか気になる。ギガ人によると、コロナ救済金600万円超をポケモンカードに費やした男が起訴される。ビットコインでも買っときゃよかったのに。小中高生の自殺、この15年で4倍増、史上最悪に。これが現実です。また新聞に怪しい広告が出始めましたね。これは決定的でしょう。概要欄の URL よりご覧ください。